五輪の霊的成長へのメッセージ。15、光の源泉になる。聞き物語。光の源泉になる。あなたは新しい情報を通じて自分が活躍しようと選んだ分野でアイデアや癒しの方法や愛を実現するためにここにいるのです。霊的に成長し自己の内なる光に目覚めるとき、あなたは他の人たちにとっても光と目覚めの源泉となります。この世界に生まれることを選ぶ前は、あなたはハイアーセルフとして高い光の次元に存在していました。地球上で生活するために最初ハイアーセルフは霊的な体を作り出し、それがチャクラと経絡とエネルギーシステムを組み立てるモデルとなりました。その上でハイアーセルフは精神体、感情体、肉体を引き寄せたのです。あなた方は偉大なる霊と光の次元からやってきたので、多くの人々が物質次元の地球に暮らすのは辛いと思っています。中にはまだ肉体ときちんと連結していないので、物質的世界よりも心の世界に暮らす方を好む人もいます。あなたは心で想像するときのように早く、しかも簡単に物事を想像できたらいいのにと思っているかもしれません。なぜなら考えた瞬間にそれが想像される高い次元の記憶がかすかに残っているからです。ハイアーセルフの次元であなたは同じ考えを持っている友人たちとの広いネットワークを持っています。彼らは皆高い目的のために協力し合っています。それにあなた方の中にはソウルグループとして地球に大勢で一緒にやってきた人もいます。その証拠に地球上の生活で人に会った瞬間にお互いに相手が久しぶりに再会した古い友人のように感じられたことがあるかもしれません。地球の次元に何回も生まれ変わっている人もいますし、最近地球に来たばかりの人もいます。いずれにしろあなたはここに引き寄せられてきました。なぜなら地球で暮らす時間は癒しや教えや光を実現する大きなチャンスを与えてくれるからです。そのチャンスはあなたのハイアーセルフがさらに輝かしい存在へと成長するチャンスにもなっています。高い次元の精妙で透明で調和の取れたエネルギーを離れて、地球次元のエネルギーが非常に混乱している物質次元にやってくるにはどれほどの勇気が必要かということをハイアーセルフは知っていました。しかしハイアーセルフは自分の精妙なエネルギーをあなたの地球での生活と地球次元に持ち込むことによって成長したいと思ったのです。つまりあなたのハイアーセルフは次のように感じたのです。あなたが地球次元の混乱したエネルギーの中に存在しながらも、なおかつ自分の光を安定して保つことを学んだなら、その教訓はハイアーセルフ自身の輝きをさらに強めることになると、あなたはたくさんの変化が起こる時期に自分が地球に行こうとしていることを知っていました。実際に今度の人生の間に歴史上類を見ない重大な変化の数々が起こることでしょう。あなた方は新しいものを建設する人々であり、人類がこの変化を達成することに協力するためここにいるのです。それにはまず自己の意識を拡大し、自分を癒し、そして自分のライフワークを世界へと表現することから始めればいいのです。あなたは子供の時から自分には特別な目的や使命があると感じていたかもしれません。あなたはおそらくそれが何であるかはわからないけれど、自分には特別な目的ややり遂げるべき使命があると感じていたかもしれません。しかし内面では自分に価値があると感じていたのに、
周りの人がそれをほとんど認めてくれないので、次第に自分の価値について疑いを持つようになっていったのかもしれません。しかし困難があったり援助がなかったにもかかわらず、あなたは強い内なる力に導かれて、自分の偉大な目的をずっと求め、見つけ、達成してきました。あなた方は、一人一人特別な目的を持って生まれてきました。それは、他の人が変わることのできない、ユニークな役割です。超意識的現実を支える、新しい形態を確立するために、あなたは、来るべき変化の最前線に立つことを選びました。あなたは時代の最先端にいます。あなたは人類が将来成し遂げることのビジョンを持つ人です。ですから、どうして自分は人と違う考え方をするのだろうと思ったり、どうして自分は他の人のように協調的に振る舞うことができないのだろうと感じたりして、悩んだこともあったかもしれません。あなたの考えやアイディアの中には、今では珍しくて変わっているように見えるものもありますが、その考え方は来るべき未来において高い意識への変革を引き起こすことになります。霊的成長の旅をたった一人でする必要はありません。あなたの前にはこの現実や高い次元にいる数えきれないほどの魂がいて、進むべき道を照らし出しています。あなたが成長していけば、今度は他の人たちの成長が楽になるよう助けることになるでしょう。人類は今飛躍的進化を遂げるプロセスの中にいます。あなたのエネルギー体は進化しています。つまり霊的に成長するにつれて、オーラの中の霊的な光や新しいエネルギーが増えていくのです。新しい人間は高い波動で振動し、発光するライトボディを持つようになりますから、あなたやあなたの子孫は、今から考えれば、想像を絶する意識の変革をもたらすようになります。今、あなたが一生懸命に取り組んでいることは、将来はもっと簡単になります。なぜなら、人間のエネルギーシステムがもっと進化し、人類は、今より安定したライトボディを持ち、光の源泉となるからです。多くの人々がこの人生をこの地球での最後の人生にしたいと思っています。そしてこの最後の人生をまるで霊的成長の究極の目的地であるかのように語ります。地球上でますます高い次元で暮らせるようになったとしても、あなたは死後またここに戻ってくることを選ぶかもしれません。地球次元は美しいところです。高い意識状態で暮らせるようになれば、この地上で天国を体験することができます。他の次元に暮らすことができるにもかかわらず、多くの進化した魂たちが戻ってくることを選んでいます。なぜなら彼らは人類と地球自体を愛しているからです。この地球上で高い次元で生きることができれば、人の成長を助ける能力をも発達させることができます。その上、人に奉仕する能力を高めることによって、さらに自分自身を成長させるチャンスにも恵まれるのです。あなたは高い次元で暮らすにはあまりにも低いから、地球にいるわけではありません。ハイアーセルフは自分の意識についてもっと学びたかったのです。ですから形態と物質の世界で自分の意識を表現しようとして、自分の一部、すなわちあなたをこの次元に送り込んだのです。ここが最もふさわしい場所であり、進化するために最も良い機会を与えてくれるからこそ、あなたはここにいるということを信じてください。あなたが成長し拡大すれば、ハイアーセルフも成長し拡大します。ですから自分の霊性ばかりでなく、人間性も愛してください。
というのは、困難とか感情とか人間関係とか日常生活で経験することから学ぼうとして、あなたはここにやってきたからです。あなたが持っている感情や思考、このまさに人間的なものは、あなたを成長させ、他の人たちにとっての光の源泉になる豊かで素晴らしいチャンスを与えてくれます。もっと光で満たされるようになると、あなたは人類が臨界数に達するのを助けます。つまり、十分な数の人々がもっと多くの光を持ち、それを放つようになるとき、人類は全体として量子的飛躍を遂げ、新しい進化の局面に達するのです。拡大する人が増えれば、人々はハイアーセルフになり、悟りに到達することをずっと簡単に感じるようになります。もっと多くの光を身につけ、それを放つことを学ぶ人が増えれば、その他の多くの人々もこの人生のうちに潜在能力を全て発揮できるようになります。